はい、こんにちは。今回は日本人の世界チャンピオン同士の一戦を紹介いたします。小林宏選手は59戦目で世界タイトルに挑戦しましたが、世界王者は精密機械と呼ばれていた沼田選手でした。経歴やスタイルの異なる両雄の対決は精密機械対雑草と煽られて大きな話題となり、一進一退で迎えた第6ラウンドに雑草が精密機械からダウンを奪いました。そして終盤の第12ラウンドに初の日本人同士の世界戦に終止符が打たれました。一方、西条選手は無名時代に海外遠征を行っておりましたが、海外遠征の最後の試合で WBA 世界フェザー級王者ラウル・ロハスに挑戦し、15回判定で勝利し、日本人ボクサーとして初めて海外で王座を獲得し、無名ボクサーから一躍時の人となり、シンデレラボーイと呼ばれました。世界スーパーフェザー級王者小林選手と WBA 世界フェザー級王者西条選手が1970年12月にノンタイトルながら日大講堂で龍虎相打つこととなりました。この日本初の世界王者同士の一戦は、西条選手がスピードと手数を生かした攻撃的なボクシングを敢行し、雑草で経験豊富な小林選手はテクニックを随所に見せ、試合は非常にレベルの高い攻防に終始しました。普段はいいような気持ちですね。WBA 世界ライトフライ級スーパー王者の長口選手と WBC 世界ライトフライ級王者の寺地選手が激突いたしました。両者は大学時代4度相まみえ、距離感抜群でアウトボクシングができる寺地選手が3勝1敗と勝ち越しておりますが、長口選手はプロ入り後16戦全勝11KO で2階級を制覇し、波に乗っております。一方、寺地選手は WBC 世界ライトフライ級王座を防衛している最中に電水騒動を起こして3ヶ月間ライセンスを停止されました。また9度目の防衛戦に矢吹選手に敗北し、一度世界王座から陥落するなど何度か挫折を味わいました。しかし寺地選手は挫折を味わい、精神的にも肉体的にも強くなり、アウトボクシングだけでなく打ち合いも強くなり、引き出しが増えたように
感じました。序盤から寺地選手は一方的に試合と距離を支配し、長口選手に付け入る隙を見せません。そして第5ラウンドに右ストレートを打ち抜き、長口選手からダウンを奪いました。ダウンから起き上がった長口選手を仕留めようと寺地選手が距離を詰めたのですが、接近戦は長口選手の土俵です。すると絶体絶命だった長口選手が渾身の力を振り絞って得意のアッパーカットを絡めた連打を放ち、逆襲を試みました。ダメージから回復した寺地選手は7ラウンドに再び猛攻を仕掛けます。左ジャブを軸に距離を操り、5ラウンドのようなミスは犯さずじっくり攻め、右を出すタイミングを図り、強いワンツーを決め、世界王座統一戦に終止符を打ちました。辰吉選手が網膜剥離により暫定王者となっている間に、薬師寺選手が WBC 世界王者となりました。辰吉選手は序盤からロープに詰めて連打を放ちますが、薬師寺選手は硬いガードで防御し、クリーンヒットを許さないのです。そして距離ができれば左ジャブとワンツーをヒットさせ、中盤から薬師寺選手の距離で戦う場面が多くなるのです。薬師寺選手はマック栗原と組んでからガードが良くなり、左ジャブが多くなったと感じます。この試合、マック栗原は辰吉選手が中盤以降失速することと目が張りやすいことを見極め、そこからファイトプランを組み立てていったようです。ポイントが不利だと思っている辰吉選手は最終ラウンドに猛然と前進し、連打を打ってくるのです。しかし薬師寺選手はロサンゼルスのトレーニングで階級が上の攻撃型ボクサーと徹底的にスパーをし、辰吉選手の猛攻撃に準備をしていたのです。